タイプ167ブラバゾン1950年のブラバゾンブリストルブラバゾンはイギリスのブリストル飛行機が開発した大型旅客機である。翼服は70.1メートルとボーイング747を超えエアバス A380 に迫る大型機であったが航空会社からの発注がないまま試作のみで計画は中止された。 ブリストル社は1937年の初めから大型爆撃機の研究を進めており、1942年には超重爆撃機の開発計画に応募して設計を行った。結局、イギリス空軍はこの計画を中止したが、戦後の民間航空のニーズを研究したブラバゾニー委員会が1943年に提示した。 ブラバゾン報告書で求めた中の一つである、大西洋を横断できる大型旅客機のコンペに、その設計を流用した案応募。マイルズエアクラフトも X-15 で応募していたが、戦時中に爆撃機を生産していた実績から、ブリストル社が選ばれ、国から2機の試作契約を得た。ブリストル産業博物館に展示されている、ブラバゾンの模型。 タイプ167の名称で決定した設計案は2機のレシプロエンジンで二重反転式プロペラの前後それぞれの軸を駆動するユニットを4セット搭載した10連複合4軸8発機を主翼内に格納機体は全長約50メートル、翼幅70メートルとイギリスで開発された航空機としては過去最大級の大きさであった。さらに ブラバゾン報告書は、大西洋横断の旅客となるのは富裕層のみであると予測していたため、広々とした豪華な客室と充実した旅客設備により、旅客収容能力は60人から80人と大きさの割に少ない機内設計となった。この設計案に基づく機体は計画のもととなった、報告書及び報告書を作成した委員会の長の名前から、 ブラバゾンと呼ばれることとなり、試作機は1945年から製作が始められ、この巨大な飛行機を組み立てるための工場の拡張と、飛行場の滑走路の延長にも多大な予算が使われた。完成したブラバゾンの試作機は1949年9月4日に初飛行し、複雑な構造の駆動装置の不調に悩まされたものの、所定の性能を達成した。 しかし、ブラバゾンのコンセプトであった空飛ぶ豪華客船としての上流海送向け超高級旅客機は航空機による大量輸送を予想していた航空会社の関心を引くことができなかった。結局、ブラバゾンに対して発注を脱診した航空会社はなく、一機だけの試作機も未完成の二号機ともに1953年10月には、 スクラップとして処分された。結果としてブラバゾンの開発計画は壮大な予算の無駄遣いとなったが、計画のために行われたインフラの整備はその後のイギリスの航空機開発計画に多大な利益をもたらしたとも考えられる。ブリストル産業博物館に展示されているブラバゾンの主客車輪。ありがとうございます。